ポール・ブリューナポール・ブリューナは、フランス人のキーと技術者。親とい外国人として、富岡製糸場の設立に携わった。1840年6月30日、フランスのドローム県に位置するブール・ド・ペアージュで生まれる。産資業が盛んなこの地で育ち、フランスにおける、木の織物取引の中心地であるリヨンで、名前と問屋に勤めるようになった。後に、 同地のエシュとリリアンタール紹介に移り、同社の横浜支店に派遣された。横浜港には1866年3月22日に到着し、居留地内の事務所に勤務した。明治に入ると、日本の主要輸出品であるキートの生産を改革するために、製紙工場の建設が検討され、ブリューナは明治3年7月にイギリス公使館の初期らと共に、 候補地の視察に出ている。この際に、武蔵国、上野国、品野国を見て回り、ことなどから、富岡の陣屋予定地が、建設地に選定された。東京に戻った後、アルベール・シャルル・デュブスケの推薦を受け、同年10月7日に契約を結び、ブリューナは1871年から、日本政府に5年間雇用されることとなった。 富岡製糸場の建設に先立って、機材購入や、技術の雇用のために一時フランスに帰国することになり、明治4年1月22日に、イギリスの船で日本を立っている。香港経由で寄付した後、製糸庫2名、工女4名と契約を交わし、さらに当時18歳のエミリー・アレクサンドリーヌと結婚をしている。 彼らと共に1871年10月29日にマルセイユを出港し、香港でフランス優先、アバ号から、ドー、ファーズ号に乗り換え、同年12月19日に横浜港に到着した。なお、妻のエミリー・アレクサンドリーヌの父は、音楽家のルイ・ジェームズ・アルフレッド・ルフェビュールベリー。ブルーナには、月給600円に加えて、賄い金が、毎年1800円。 合計九千円の年俸が支払われており、親とい外国人のフランス人としては、横須賀製鉄所のレオンス・ベルニーが受け取っていた、年俸一万円に次ぐ金額であった。一般的な、日本人職工の年俸十四円などに比べて、非常に高額なことから後に問題となり、一八百七十四年七月八日には、大久保敏道が、同年八月には、伊藤博文が三条耳に、 契約の中途解約を進言している。1872年7月には、妻のエミリーとの間に、マリジャンヌ・ジョゼフィーヌという長女が生まれ、横浜のイエズス会で洗礼を受けた。後に、次女も生まれ、契約を得て1876年2月15日に、横浜港から、ブリューナ一家は寄付している。1882年には、アメリカの商社、 ラッセル紹介に招聘され、ブリューナは支配人として、同社の上海での製紙工場建設に携わった。翌々年、フランス中の商業会議所から調査事項のリクエストを受けて、リヨン商業会議所からトンキングへ派遣された。フランスのマユは年間生産量を1840年と1850年を比べて、ほぼ2倍の2.5万トンほどに増えていたが、 病気をきっかけに1856年0.8万トンに激減し予防法が普及しても19世紀の間は水準を回復することがなかった。1860年までにリオンの絹検査所へ搬入された絹の約1、3がベンガル、中国、日本産となった。しかし当時極東に進出していたヨーロッパ系銀行はイギリスのものばかりでそれらが フランフリー出し手形をすべて拒否した。仕方なく輸入ギヌの大半は、現物が P&O などに運ばれて、ロンドンを経由し、代金にはその運賃が含まれた。1890年に、ラッセル商会が破産したため、かつての同僚らと共に、上海で、ポールブリューナ商会を設立し、静止代理店を含めた、貿易業務全般を扱った。 会社の経営は順調で、1906年に、設立時のメンバーであるハンターらに経営権を譲渡し、この際に社名が、バラードハンター紹介に改名されている。1906年に、上海からフランスに帰る途中で日本を訪れ、8月2日に横浜に上陸した。数日間を横浜で過ごした後、8月20日まで、富岡製糸場など各地を回って、 横浜に戻り、数日後には、箱根を訪れて、藤屋ホテルに1ヶ月ほど滞在している。9月23日に妻と共に、フランス優先、コレア号で日本を離れた。1908年5月7日、パリの自宅、エミール・オーディエオ通り48番地で成去葬儀は5月9日正午から、パッシーのノートルダムド・グラス協会で行われ、 ペール・ラ・シェーズ墓地の岐阜の墓に埋葬された。ありがとうございます。